今日はアニメで解説韓国ニュースです韓国が東京オリンピックの竹島にイチャモンをつけている件で IOC に泣きつきましたがあっさりと一周されました最近の韓国では日本にイチャモンをつけて満足がいかない対応をされると国際機関に訴えるという流れがありますイチャモンのつけ方はだいたいきょ教授さんなどが見つけ出す。 支持率が欲しい政治家が便乗し政府内で騒ぐ韓国国外外外務務大臣外務省などが他にに告げ口外交に発展。この間日本大使館前でも奇妙なパフォーマンス国民請願歓迎合法集団バンクの活動などが挟まれますそういった動きに最近の日本はほぼ無視という態度で一貫しています その態度を見てさらに怒りを燃え上がらせる韓国は国民一丸となって不満をぶちまけます。しかし日本に対しての制裁カードなどを持っていない韓国は最終手段が国際機関に訴えるということなのです。当然国際機関では相手にされず終わりを迎えるという一連のパターンが確立されています。 終わらない場合は国内の内紛益へと発展またはクソみや破棄など完全にやらかしてくれます。これが一番楽しみで面白い。今回やらかしてくれるとしたらオリンピックボイコットですね。日本の輸出管理が不満で WTO へ処理水花点決定で IAEA 軍艦島世界遺産登録でユネスコへ。 そして今回は竹島の地図表記が不満で IOC へと韓国は訴えでしかしこのパターンが多すぎて日本政府はもちろん諸外国も国際機関ももううんざりというかどんどん韓国への扱いが雑になっている気がします今回韓国はこの日本へのイチャモンとともに2032年オリンピックを南北で共同開催したいと申し出ています 北朝鮮の了解も得られていないのですが、しかし当然却下され、オースストラリリアのブリスベンに決まりそうです。韓国メディアは北朝鮮の東京オリンピックボイコット国際大会への非協力的な態度も悪影響を与えたなどと北朝鮮のせいにしていますが、いやいや。 南もボイコットだと騒いでいるし IOC に無意味ないチャモンをつける IOC も世界各国も当然こんな国にオリンピックなどやらせたくないわけです。韓国が騒げば騒ぐほど世界から孤立していくのは間違いなさそうです。6月11日日中央日報の記事になります。 東京,東京オリンピックのホームページに「6島表記 IOC 政治宣伝」ではない東京オリンピックのホームページに「6」と日本名「竹島」が日本の領土に表記されたことを受け1日国際オリンピック委員会 IOC に仲裁を求める書簡を送ったが受け入れがたい回答が届いたことが分かった。 韓国政府消息筋によると IOC オリンピック連携局長の名義で作成された回答には東京オリンピック組織委員会とこの問題を議論したがドクトの表記は単に性格的な表示であるだけで政治的宣伝ではないという内容が盛り込まれていたこれを受け韓国政府は受け入れられないという立場だ 韓国政府はこの日文化大学観光部の VAN 長官の名義で仲裁を促す書簡を IOC 会長に緊急発送した6月11日スポーツの記事になります。竹島記載に反対する韓国のダブルスタンダード韓国がイチャモンをつけている。 ホームページの地図は元は日本国内で流通している日本全図で北方領土も尖閣諸島もあるが縮尺通りだから小さな竹島は普通には見えない私はブラウザーで5倍層のスクリーンショットさらに4倍拡大してやっと島の影がおぼろげに見えた言いがかりに近い避難に組織委員会の武藤事務総長も地図は地図として変えるわけにはいかない 少ななくくとととも組織委員会はは領土問題とは全く考えていないと呆れ顔だ。これを言い出した韓国の大学教授によると東京オリンピックを通じて独島竹島の韓国名を自国の領土と候補しようとする日本の間違った行為だそうだ普通は見えず特にアピールもしていないのにどうして候補になるのか理解に苦しむ。 IOC はオリンピック会場などで政治的主張を禁じている2012年ロンドンオリンピックサッカー男子3位決定戦で日本に勝った直後韓国の選手が「ドクトは我が領土」と書かれたプラカードを掲げて走り2試合の出場停止など処分を受けた。 2018年平昌オリンピックで韓国と北朝鮮の統一チームが使った統一機に当初描かれていた竹島は IOC の韓国で削除された朝鮮半島の簡略図の端に小さな竹島をあえて入れればそれ自体が政治的意図を示す IOC にすれば当然の対応だった平昌オリンピックのホームページは縮尺を無視して遠く離れた竹島を記載していた これこそ政治的主張だが日本政府や日本オリンピック委員会からの削除要請に一向の価値もなく対応するつもりもないと切り捨てている今回の件で IOC が動かないことで韓国紙には日本は優遇されているといった不満があふれている6月11日中央日報の記事になります 2030年オリンピックの南北共同開催が保護にオーストラリア・ブリスベンが単独候補オーストラリア・ブリスベンが2030年夏季オリンピックの開催地として単独立候補した IOC を通過し総会の承認だけを残した状態だ同年にオリンピックを誘致して南北共同開催の形態で開催しようとしていた韓国政府の構想は水の泡となった 韓国政府は2030年オリンピックを韓国と北朝鮮共同で開催して朝鮮半島平和の雰囲気づくりに先頭に立つという計画だったが北朝鮮の非協力によって実現することができなかった北朝鮮は韓国政府のオリンピック共同開催の提案に具体的な交渉と協議を一切中止した。 最近東京オリンピックのボイコットを宣言しカタールワールドカップアジア二次予選で途中で棄権するなど世界的なスポーツイベントにせいがない態度で一貫したのも開催地選定競争の過程で不利に働いたという表からということですが多くの日本国民が望んでいるのは韓国の東京オリンピックボイコットではないでしょうか。ヌロが異常になります。ご視聴ありがとうございました。